おはようございます、山沢です。何気にもう大会までね、残すところ43日、あれあんなに時間あったのになみたいな感じになってるんで、ちょっとこっから本当にギア5入れていこうかなと。なのでまあヒートを週5、有酸素週7やっていきたいと思います。すが、ヒートからのね、20分ウォーキングやるんですけど、その組み合わせが一番痩せる。ヒートをやって脂肪分解させて有酸素ね。で、家がちょうど有酸素が終わる頃に飲み切るペースで飲んでます、いつも。今日はですね、朝食を作りながら、これを食べたら痩せる、これを食べたら太るっていうようなね、お話をちょっとしてきますけど、まず大前提、朝食を選ぶときに、糖質をカットするのか脂質をカットするのか決めなきゃいけないんだけど、簡単なのはね、脂質カットの方です。1日3食の場合は、1食 15g を目安にすると、1日のトータルカロリーが少なくなって痩せます。まあ僕みたいに脂質はたくさん取るけど、糖質を全カットするのは、もっと急速に痩せます。ただ難しい。だし、日本人の7割が朝食でパンを食べてるってデータ上なってるんだけど、パンはフランスパンとかベーグル以外は基本ね、脂質が高くて太ります。 GI 値も高いから血糖値急上昇するし、あとパンに含まれるグルテンって食欲が増したりしちゃうから中毒性もあるしね。あと王道の卵焼きとかベーコンエッグみたいなやつも結構太るね。卵焼きも、まあ、卵1個くらいやったら問題ないんだけど、卵3個も4個も使った卵焼き食べちゃうと脂質が高すぎるし、ハムとかソーセージみたいなのも脂質が高すぎて太っちゃうのね。じゃあ何食べたらいいんだって言ったら、和食ね、一番いいのは王道で言ってた、ご飯と焼き魚と納豆豆腐味噌汁みたいな感じであると思うんだけど、ここでも脂質を 15g って考えると、もうご飯と例えば鮭、あとは卵1個ぐらいでとどめとかないと脂質が 15g になんないんで、おかずは2品までだね。それとかもちろん朝ね、あんま食べれないって人は、まあ、最低やっぱタンパク質は 20g 以上取りたいので、まあ、最悪プロテインだけ飲んでもいいんだけど、まあ、血糖値ってのが下がったまま午前中ずっと活動し続けるとね、こう体の中でね、糖を作り出さなきゃいけないんで、糖新生って言って筋肉が分解されたりもするから、プロテインとオートミールとかね、プロテインとおにぎり1個ぐらいの朝食には最低したいね。あと朝食で多いのが野菜ジュースとか、まあ、牛乳を飲む人。これは野菜ジュースだったら無糖じゃないと太るし、牛乳もできれば無脂肪乳じゃないとちょっと脂質が高いから、どちらもおすすめできないな。で、フィットプレイス24なんですけど、もうね、今年なんと70店舗ほどの出店が決まっていて、しかもおかげさまでね、めちゃめちゃ人集まってるのね。そりゃもうジムもさ、超自信を持ってて、ハイクオリティで設備がいいのが月額2908円から使えるから、大人気でして、ぜひね、ジム出店されたい方は、オーナーの再募集始まったんでね、概要欄からお問い合わせください。よいしょ。これね、減量後半のあるあるっていうかリアルなんだけど、僕の場合体が超だるくなっちゃうのね。多分根っからの体力がないんだけど、私編集とかしててもかなり体しんどいから、一日何回も横になります。で、横になっても寝れないんだけどね。もう早く減量はして、もう美味しいもの食べたくてね、インスタの保存リストにスイーツ溜まりまくってんだけど、自分を突き動かしてるのは夢と野望のためですね。ほんとね、すごいよね、夢の力って。デカビタが届いたよ。スーパー行くのもね、ちょっと億劫なんだけど、肉買わないとないから行きます。よいしょ。マジで最近出かけるところがスーパーとジム、ほぼこれ。進撃の巨人の曲、肉マサ 100g79円、 100g260円。牛肉の中で安いよね。いいや、財布忘れた。スイカ使えるか。使えた。1万1000円で1週間分ぐらいかな。コーヒー、今日まだ12時なんだけど、珍しく先にジム行っちゃおうかなと思って MCT だけ取っていきます。うまい。取れば40。ジム行きセットね、グリップと、今日言い忘れてないグルタミン、あとタンニングやっぱね、ちょくちょくやっていかないと。だからやってるんだけどね。レンズ、三脚、エアポッツ、増式、差し入れ。結構昼間の自転車いるな。実は昨日言ってた恋愛番組みたいに出演したんですね。7月の後半に放送日だからまたお伝えするんですけど、で、そこの MC の方にご挨拶できる機会があれば、実はこれ渡したかったんだけど、ご挨拶できる機会がなかったので、それを増式店の小野さんにあげるっていうね。タンニング、もうこれでもね、10回ぐらいヒサロ行ってね、焼けてんの結構。
みんなからしたら真っ白だろうけどさ、もう顔はね完全にタオルで隠して日焼け止め塗って、焼きたくないよね日焼け。ボディービルフィジークがさ、なんかカラーリングを完全に自由にしてくれたらいいのにね。キーバードから、この造式店マジ背中が最強で、多分都内ナンバーワンだと僕は思ってるんだけど、全部で8種類あるんですね、9台なんで。前半2種目は僧帽筋で背中の厚みをつける種目で、後半2種目は広背筋上部下部と背中の広がりをつける種目やっていきます。これもまあまあ好きなやつ。これ縦の軌道になってるから広背筋下部にも入れられるし、グリップがね、持ち手のバリエーションもっと増えればいいんだけど。これね、サイドプルダウンが2種類あるんですよ。もう1種類はね、こっち向きでやるサイドプルダウンなんだけど、この横の動きってね、この広背筋上部だけじゃなくて大円筋にも入るから、上のね、コブみたいのが広がる。やべ、三脚が壊れた、買わなきゃ。水平に固定できない。フィットブレースで上裸になれるのは僕だけという。許可制なんで。もう今日4種目12セットやったけど、それ以上はいらないね。やればやるほど絞れるってわけじゃないし、むしろパワーダウンしてく。終わった、今日の撮影どうしよう。腹減って死ぬ。あー、生き返る。これで行くしかねえ。2食目、三脚アマゾンに頼んだんで明日届くけど、ちょっと今日はローアングルかも。いやー、もうチートでした。ほんと。はい、それでは皆さん、今日もね、動画見てくれてありがとうございます。最後はね、僕が出場するフィジーク大会についてちょっとお話ししたいなと思うんだけど、ついにね、今日出場登録したんですよ。もう8月26日から逃げれないようにね、FWJ のメンズフィジークマイナス170オープンクラスっていうのに出場するので、26日のそのフィジークオープンってね、一番最後だから、だいたいいつもステージね、4時ぐらいとかになるんですけど、ベルサール渋谷っていうめちゃめちゃ大きな会場で行われるから、出場選手もかなり多いと思うのね。けどもちろん僕はそこに優勝狙って出るから、ほんとね、今フィットプレス24のこともそうだし、レイズのプロテインとかね、いろんなこともそうなんだけど、大きなものを背負ってるし、夢とかね、目標がすごい大きなところにあるから。でもやっぱり一番影響力を持てるのって現役の選手なんですよ。もう野球でもサッカーでも何でもそうなんだけど、現役で活躍できるっていうのはほんと今しかないから、もうほんと残り数年かもわかんないけど、この一回一回の大会を大事にしてね、でみんなに少しでも感動とかモチベーションを与えられるようにね、頑張りたいなと思うし、僕自身もね、こうやってたくさんの人に応援されて、たくさんの人が YouTube 見てくれてるから、それが何よりのモチベなんだよね。なんかほんとみんなに救われてる。だし、減量毎回な、毎回ほんともう辛くてやめたくなるんだけど、美味しいもん食べたいしさ、もうしんどいし、楽しくないし、辛いんだけど、でもやっぱね、夢を叶えるためにはその辛さから逃げられないし、みんなにね、もっと応援してもらえるように、まずはね、ステージに立つにふさわしい絞りを作らなきゃいけないから、ちょっと残りね43日本気で減量進めていきます。皆さんね、大会までぜひ私山さんの応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。